の登った一番上のとこから左に曲がってねっては言ってるんで、曲がってるとは思うけど、どうかな。ちょっとヘルメットの中と録音装置が外なんで、声張らないと多分声聞こえないですね。ちょっと、おぉ、すいません。申し訳ない。こっちを、左に行ったところですけど、いない。いないってことは通り過ぎた、多分。ここで様子見、見ましょうかね。絶対俺怪しい人ですよね、周りから見たら。確実に怪しい増田うなぎの配達車両ですね。やばいな、ちょっとぐるぐる回ってるか。ずっと迷いましたからね、僕も。今山って結構、通ってきた、通ってきた。目の前にいきなり現れた。全然違うとこ走ってるね。この辺りやったんですね。いつか回収の場所は。そら迷うよね。今山は、ここの今山団地ももちろん迷うんですけど、今山は奥地に音宮っていうところがあって、音宮の地域は、ほんと誰もあんま、住んでる人しか行かないんで、もうそこは迷います、確実に。音宮ちょっと行ってみましょうか。多分、彼まだ当分、器回収の場所に多分着かないと思うんで、ちょっと音宮行ってみますね。こうやって地名のちょっと説明じゃないけど、なんかそういう動画もまあ見る人いるかどうかわかんないですけど、面白いかもしれないですね、知らない人は。あ、この次からマイク中につけてちょっと喋る動画もあげるかな。あんまり喋る動画あげたくはないんですよね。どっちかっていうと喋る動画嫌われる方も多いので、やっぱり運転に集中してないって言えば集中してないんですね。やっぱ喋ることに夢中になってる今日、運転がやっぱりおろそかになる面もあるんで。ここ眺めいいですよね、めちゃめちゃ眺めいい感じなんで、うちの動画はもう極力喋らなくて運転に集中するようにしています。よし、ちょっと音楽行ってみます。おー、ここの眺め好きなんですよね。ここ夕方になると向こうが夕日落ちていくんで、すごい綺麗です。おー、ワンちゃんかわいい、足下かってる。工事の上り口です。3カ所目の器回収はここを入ったところです。この辺りに彼が来てたらもう2カ所目は済んだってことでしょう。ここはこの細いところはホタルがいるところですね。お、今白いシャクナゲが咲いてたような、ヒガンバナですね、ヒガンバナ。うわ、ソーラーパネルのとこあったっけ。この新しい道めちゃめちゃ気持ちいいですよね。ここを散歩する方めっちゃ多いです。まあ歩道と車道がちゃんと分かれているからですね、散歩にはもう最適ですね。ここから一
左に入れば音宮という地域になります。音宮は本当多分大牟田市の 90% の人はもう入らないですよね。こっち側には結構この奥はカブトムシとかクワガタ取れるとこもあって、僕はよく行ってましたけど、行かない人は本当行かないです。ここ綺麗にしてある、ここ綺麗なんですよね。ここも夕日に照らされて綺麗になります。あとこの先本当にたまになんですけど、イノシシ出ることもあるんで、そのイノシシ出た時はもう本当近づかないようにしないと危ないです。突進してきます。知り合いの方はイノシシにぶつかってバイク廃車になったこともありますし、ここから左側が音宮の元中ですね。